この二人の争いに注目は集まります。さてスタート。シボレー6リットルエンジンにムチが入りやす。一番近いところにあると言われているオープンホイールクラスですね。今までもですね、このクラスにはインディ500マイルレースに出ているですね、非常に有名な選手が数多く出てですね、特にアンサーファミリーって言いますかね、アンサー一族の仲間はもう何回も勝っている素晴らしい成績を出しますね。そうですね。あと地元コロラドスプリングスのドナー選手、ドナー家というのは地元では名門ですよね。名門です。3代続いてるんですよね。おじいさんがね、戦後のこのイベントの復活に尽力された方で、ドライバーではないけどそういう役目をした。でお父さんが走ってた、で今息子が走ってると。ちょっとこれだけで変ですね、見てますとね。これはドナー選手ですよね。はい、あ、やはりスピンしちゃいましたね。なんかおかしいですね。ちょっとね、肩を痛めたらしいんですよね。あ、多分ですね、僕も自分が今頂上にいますからここで初めて見るんですけども、この絵を見る限りではですね、車もちょっと変ですね。多分選手だけじゃなくて車にも。実際にお会いになっていかがでしたか？とにかく自分たちはコンペティションをやりたいんだと、だから日本から田島さん来てくれと、それからフランスからも来いと。だけど勝った。はい、ですからなんかその辺でですね、ちょっとしたトラブルが発生していると思いますね。私も彼のことはよく知ってるんですけども、非常に好青年で、しかも腕もいいですね、才能のある選手なんですが、走りがちょっと精彩を欠いてますね。多分この辺本人が一番苦しいところだと思いますよ。はい、こんなにふらつくことはないですから、おそらく苦しい戦いをしながらタイムも出ないっていう本当に辛いところだと思いますね。まあこの辺で本人負けたというのは分かってると思いますね。非常に今年はドナー君にとっても、私にとってもまあ過酷な試合でしたですね。でもそういう気持ちはね、はい、お互いに本当に、そうですね、ドライバー同士ですから、ね、そうですね、最終コーナーですね、ここは。これでゴールです。上で待ってますとね、カーズアカミングって車が来る。